今日はうちの地元のお城というものを紹介するよ。真っ先に入る城山公園案内図、そしてここの大野城跡っていうのを、さあ見に行こうか。こちらで、結構ね、キュンキュンキュン。こっちは何もない展望台は、こっちか建てくだがもう公園兼お城展望台がこちらです。から見るといいですね。愛知です。ここね、そうなんです。なんだったっけ？そこはいいやつ。織田の馬渡したもん。長かったんだっけ？違うの。すごい。いや、失礼します。標高4960メートル、これぐらいの頂上。あ、すごい海が見える。一時停止して、皆さんこれ見たい方はここはね、一時停止して、中世のね、城下、大野城と小波市、金山、安佐、城山に所在してた平山、平山、違う、平山伊勢湾を眺望する、飛行40メートルほど青函山の両側の西側に位置しているというようになっていると。大河ドラマ確かやってた、確かに。さあ、ここからはね、休憩スペースまでですね。では、ここからお城から見える景色ですかね。それで行くね。ここからが、後ろの公開です。どうですかこの景色。伊勢湾が見えますよね。あ、こっちはね、これぐるるっと、こっからの眺望がね、まさに最高ですよ。伊勢湾が見えた。いいですね。こんな感じです。ここはですね、無料ということで、誰にも連絡連絡できます。皆さんね、うちの地元常滑にはお城があるっていうことをお忘れなく。